光栄さん、ゲームを作ってくれてありがとう。パラン。はい、三笠役の石川由依です。スリーもよろしくお願いします。アルミン役の井上真理奈です。はい、ということでこのプログラムは3月15日に発売されるゲーム進撃の巨人2の出演声優である私たちが進撃の巨人2の魅力を伝える番組です。そして見守ってくださるのはこの方です。進撃の巨人2のプロデューサー、光栄テクモゲームスの小井沼社長です。よっよ、全部俺に投資しろ。はい、進撃の巨人2プロデューサーの小井沼です。よろしくお願いします。いや、もうなんかこの格好がもうなんか馴染んできちゃいました。はい、ハイキャラっぽさが、はい、今回私たちが挑戦する内容、所長お願いいたします。はい、ミカサとアルミンよ、バトルしろ。プレイヤー同士が戦う対戦モードがあります。うん、PS4 ならオンラインで、 PS ビータなら、うん、オンラインとアドホック通信で戦えます。なるほど、うん、そこでですね、はい、今回は2人に最後ということで勝負してもらいます。ミカサとアルミンがですか？そうです。ミカサとアルミンがですか？ここ対立させちゃうんですか？それもういろいろ崩壊しますよ。人類守るために戦ってもですよ。ああ、いいですいいですか？で、勝負としては巨人の討伐数を競い合うということでやろうかなと思っております。こちらにじゃあ我々もビータがもう用意されているので、はい、こちらで対戦していきたいと思います。頑張ります。私は、開発スタッフの方と、そして井上さんが小井沼さんと一緒に戦ってくださいます。はいはい、ハンジ、アルミン、そしてミカサ、エレンチームですね。はい、よろしくお願いします。喜んでる、めっちゃ大喜びや。どうしますか我々、両方なんか作戦立てるタイプですよ。そうですね。そうですね、頑張りましょう。あーすごい。じゃあ行きましょう。とりあえずもうミカサそこにいたんで、ガンガン切ってくタイプかな。あ、いた。あっと、真剣に。あ、プレイしながらだと多分喋れないですね。そうですね、2対2の対戦ということで、まあ、拠点も立てながら、まあ、敵の巨人の巨人を倒して巨人の討伐を競うっていうものになります。なるほど。なので、なるだけ巨人をたくさん倒すのと、あと、味方のそばで倒すとですね、ボーナスポイントとかも入りますので、なるだけ一緒に行動して、戦闘するようにしてください。とあれ、なんか掴まれてるな、エレン。あ、エレン、よし、エレン倒した、倒したじゃない、エレンを助けた。ステージの中に味方とかもいるので、あの NPC とかがいるので、それを味方に引き入れたりするとさらに有利に戦うこととかもできます。今回は新しく覚え直さなきゃ。あ、近くじゃないんだよ。あ、倒しましたね。一匹倒しました。ちょうどそばにいました。本当ですか？見られてましたか？役には立ってませんけど。一応いたはいたんですけどね。いや、ありがたいです。お、小井沼さんが目型の方に。あ、目型。目型来た。目型来た。目型来た。やばいやばいやばい。怖。無理。兄行くぞ。あ、ネタバレかな。気にしちゃう。うん、そういうの気にしちゃう。やめて。今目型やってます？やってます。せっかくなんで。目型走るー。目型以外も出てきてちょっと収集がつかなくなってきました。だい、怖い。ひゃー、しまった。でも討伐できるんですか？全然もう入んないしな。やっぱミカサは強いんだなっていうのを感じますね。完全討伐いた。巨人さん、なんか巨人見つけると嬉しくなっちゃいますね。いたって。あ、巨人さんとエレンかっていうね。あ、いましたね、イブレさん。あ、いましたね。ああ、おお、ありがとう。
こいつはもういない。あれ、あ、いた、倒したのか。あ、次の巨人のエレン、エレンが助けてくれた。優しい優しい。でもなんかあの開発スタッフさんは何人一言も喋らないからなんか寂しい。え、巨人さんは何色？ああ捕まった。巨人さんはどこにいるの？あ、捕まった。これ真剣にやっちゃいますね、本当に。そうですね、もう声が喋らなくなるっていう。いやでもそうなりますよね、特に慣れるまでは。そうですね。へえ、やっぱ上下移動も。あ、いた、あ、巨人さんいっぱいいた。あ、死んだかも。え、井上さんどこですか。あれ、今拠点に戻っちゃいました。巨人さん、え、ちょっと待ってください、今行きます。あ、エレンいた。いやー全然、あー味方に怒られた。怒られた。全然もう、え、待って待って待って、そんな延長ないですか。延長、延長、延長お願いします。延長お願いします。延長お願いします。あと8秒、7、6、5、待って、4、討伐するのダメだな。うっそ、え、なんか負けてる気がする。アルミンが、アルミン、アルミン投げ捨てられた、うん、戦闘終了。ミーがないってポイされました。我々グリーングループでしたか。はい、グリーングループですね。パープル、え、めっちゃ強くない。やったー、やったー、イエーイ。あれなんか始まったー、楽しいの。なんか勝ってましたー。最強グループチームに勝ちました。やったー。え、1000ポイントも違った。いや、なんか盛り上がるというか真剣になっちゃうというか、マジになっちゃいます本当に。いやでもすごくあった、戦いがいがあるというか、うん、切れた時のあのなんか気持ちよさ、うんうん、半端ないです。ゲーム進撃の巨人2は3月15日発売です。はい、トレジャーボックスは豪華グッズが入って初回特典もついてきます。最後に小犬沼社長から一言お願いします。はい、今回はオンライン対戦も非常に楽しいものに仕上がってますし、ストーリーはシーズン1、シーズン2と入って、非常にボリューミーなタイトルとなりました。ぜひですね、遊んでみてください。よろしくお願いします。はい、ぜひぜひ私たちの声にも注目してください。それでは今度はゲームの中でお会いしましょう。さようなら。